1分で分かるロックギタリスト特集です。今回紹介するギタリストはですね、スティーブ・バイを紹介したいと思います。でスティーブ・バイはですね、1980年代に、イングウェっていう、ギタリストが在籍していたアルカトラスっていうバンドがあったんですけども、そのバンドをですね、イングウェは脱退してしまって、その後のですね、後釜ギタリストとして、一気にメジャーデビューして、有名になったギタリストです。でスティーブ・バイ自体はですね、その後アルカトラス自体はまた脱退してしまって、自分の、ソロとしての、才能をさらに発揮して、ギターインストの世界だったりとか、あといろんなタイプの、ボーカリストとかを招き入れて、自分でバンドを結成したりとかして、こう多岐にわたる活動をずっとしている人です。で彼自身はですね、もともとですね、バークリーの音楽学院を卒業している人なので、音楽的にはすごいバランスがいいですし、ジャズ系も、できますし、ロック、ブルース、クラシックの曲も書けますし、かつ譜面を書くのもすごい得意なので、作曲作る、曲を作るですね、タイプもいろんなものを作っていきますし、であと結構ですね、音楽ビジネス的にもですね、才能を発揮してまして、いろんなタイプ のギタリストだったり、アーティストとコラボすることもすごい得意としています。なので先輩のですね、ジョー・サトリアーニともずっと、G3 っていうツアーを長くやっていますし、あと若いギタリストとか、オリアンティとかとも一緒にやったりコラボしたりとかして、いろんなところで顔を出して、ずっと長きにわたって活動しているギタリストです。でさらに詳しいことに関しましては、下の説明文のところにですね、ブログ記事としてリンクを貼っていますので、そちらをご覧ください。ありがとうございました。